おはがとうございます。パチンコスソチオです。はい、本日は東京都いつものお店姉妹店 SIR の聖地姉妹店の後進神田さんに来ております。お邪魔してます。毎月ね、第1金曜日お邪魔させていただいてます。はい、では早速1枚目投入いたします。8000いたしまして、まあトータル収支の方がマイナス146,000円。まあまあなんとか、いや負けてるけどねそして大当たり、全部の総当たりが26回中 ST 取れてるのが10回で、 ST 突入率私的には 38% となっておりますので、まあ本日のね目標といたしましては、とりあえず突入率を 60% まで上げること、100% でもいいですよ、なんなら。あともう一個の目標としては、マカパトを鳴らす、自力で鳴らすぜ、裏技とかやんない。交換解除のボタンを激アツリーチ中に、当たってるリーチ中に押すと、なんかね特別な一発告知が出るようなので、それもちょっとね出してみたいなと思うのでやっていきたいと思います。本日はね更新神田さんにて、今日も一日頑張ろうぜ。年末までのね企画ですけど、まあ、詳しくは概要欄お読みくるいただけると嬉しいです。そしてね、チャンネル登録者様年末までに3万人目指しております。あと7000人ちょい必要です。こちらもまだ諦めてないので、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いします。はい、引き終われ引き終われ引き終われ辛いよ。はい、179ゲーム目2枚目です。何もね、マジでガチで何もないです。あのロングリーチすら行かなかったです。煽りもなかった。あの隣の視聴者さんと喋ってたら1万円なくなってた怖えパチンコ。あ、ちなみにあのシンガロ2個人神田さん3台あって、まあ、私だけ当たり引けてないっていう初当たりゼロ。はい、236ゲーム、投資は1万4000円で 3D 保留昇格ゾーンです。本日初めてまともな予告出てます。なので緑は行くかな、行かない、あれ、おう緑ゲジった。はい、やっとまともな予告来て、やっと SP 行きますね。魔界の花か、魔界の花ガロー SP か、よし、オーリンガロー。まあ、シャッターライガーですけど、コンしなければいいかなって感じ。当たっちゃってもいいんやで、何にもなかったからな、真面目に。本当にあのメモ帳が真っ白いつもね、外れリーチとかのメモもちょこちょこ取ってるんですけど、何も起こらなすぎて。頼むよバカタレイ。まあそんな感じはしたけどさ、朝一本。ただ今回のガロ SP のいいとこは、チャンスアップ次第で期待できます。フォンから赤帯とかの方がなんなら期待できちゃう場合もあります。メドリー、はい、あれをね、あれを破壊して、あれを、はい、通常パートなので広角重心の期待が持てますまあフォンからじゃいかないけどね、もう出なそうやな赤ラストは剣、おーいけない、あ、いけたやった。そう、あのね、今回だから本でも当たるんですよ、チャンスアップあれば。まあ、あのラストボタンの場合もあるし、あのガロー剣の場合もあって、ガロー剣だとすごいチャンスだったので、よっしゃー、いやーまあフリーズで
剣で当たったから剣でと思ったけど、やっぱね小学演出フリーズが一番好き。みんな多分そうだと思う。最後までさドキドキできるじゃん。なんか最後までドキドキしたら信用もそうか。いやー、プチュンして、いやバシーン、はい、今回結構 V 入賞時に完全試作多いです。幸福、幸福ではございません。反発ありがとう。あー、また ST 突入率下がっちゃった。くそ。天国モード、天国モードね、シンガルツアーあんまない気がする。今回搭載されてない気がするけど、今なんかねガロのねガチャガチャがあったらしくて、どこかに出現してたらしいんですけど、もうどこにあるんだろうって調べ出した頃にはもうすでに売り切れだったらしいです。ゲットした人羨ましい。ガログッズはいくつあってもいいからね、ほんとね。でね、私のねこのガログ鼻の先っちょがはげてきちゃったから、スラマーの視聴者の方にいただいたやつなんですけど、これがねオークションとか出てるやつめっちゃ高いんですよ。これでもう生産してないから、フィギュアも結構ねかなり高いです。フィギュアは中古でもめっちゃ高いです。あれ今まで負けたお金でね、どんだけグッズ買えるんだよって話ですよ。おそらくね黄河のあの白い魔法衣、あの本物にそっくりな特注作れるぐらい負けてるもんね。もっとだよね。本格的なやつ作ろうかな、オーダーメイドで。多分ね20万ぐらいじゃないかな、工場のやつ。まあ、もっとするかもしれない。多分1万円ぐらいで、あのゆうちゃろさんが着てたペラペラのやつ買えるんですけど、でも多分5万ぐらい出せばもうちょっとだけいいやつで、でもそれでもねやっぱ偽物感はすごいんで。うおおさゆきちを入れよ、ラン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 、今日も当たらない。125ゲーム3枚目です。今ね私の代以外 ST 中です。私がその分人柱になってるんですからね、忘れないでね。食べてきたんで、いい加減して入れましょうか。一人で毎回ハモる卑怯は、あたりだけ見つめて私だけ当たらない、卑怯は呪う。うせえわ。はい、285ゲーム4枚目です。バカチン、ちょ待てよ、おい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 、あんちゃん、いろんなもんが入り混じるわもう。はい、なんかもうまたお決まりの展開になってますよ。毎回お金いっぱい入れるの嫌なんだけどな。程よく当たってちゃんと突入率を公式と同じものに持っていきたい。もう視聴者さんとか帰っちゃったし、隣で打ってた視聴者さん頼むぜ。スカじゃないといけない。あ、5点ストックも動いてますね。367ゲーム投資35,000円刺さるやろこれ。よし、さあさあ、こら剣降臨、細胞ですか。そうですか、疑似人の細胞、まあ、疑似人なのか、疑似人っぽいっすね。ということで魔界の花ガロ SP ですね。背景があの月光英霊の塔、お願いします。
赤炎、ミラージュ、赤炎、そうね、急戦隊がいいわね。ブッドはちょっと当たる気しないからな。おー、珍しい。なかなか今季なかなか発生しないピーホグで、ルトか、逆にいいかも、逆にいいんじゃない。じゃあサクッと当てましょう、ルトちゃんで。なかなかね、あのガロンボリューとかの出現率は今季今作上がってるんですけど、ピーホグね、かなり出づらくなってると思う、体感ですけど。で最後ね、ラストチャンスアップ、数字が煽ってくれたり、なんかボタンなり、あ、これチャンスアップです。ビタッと、OK、ありがとうございます。しゃあ、3万5000円、まだ間に合う。万発出しゃい。おお、おはよう。上がろう。なんか、やっと、モリモリで当たりましたね。プチュンしとこか。さっきできなかったからね。こうで、もうね、あの魔獣ホラッシュ経由しなかったら、よーし、言わなくていいんですよ、ありがとうございます。はい、ここから始まるまくり劇、いきますよ、ブラザーオス。さあ、行きましょう。マンモスレピー、ありがとう。よし、いい感じにオーバー入賞もできましたね。よし、もうちゃか打っちゃいましょう。ペソフォリューあったもんね。あー、早っ。早いな、ちょっと怖いな。早めに当たるいい ST だというふうに思いましょう。普通やっぱね、3000発の安心感だが、しかしね、年明けにはね、初回4500スタートが山ほど出てくるとか、でもあんまりね、なんか尖りすぎても結構そう、引きが強い人はいいんだけど、やっぱ長年パチコってるユーザーって尖り続けるのを求めてるのかっていうと、そうじゃない気もするんですけどね。やっぱ適度に遊びたいっていう気持ちはある。すごい切りつきたい気持ちもわかるけど、なんかもう常にデッドアライブみたいなのはね、疲れちゃってね、なんかすごい元気な時じゃないとパチンコいけないなってなっちゃうから、まあね、それぞれですけど。さあ、とりあえず目標20連いくぜ。あ、はい、ちょっと怖い。お、いいよ、いいよ、なるほど。静かだわね、とても静かだわね。お、もう一丁、ダメだ、休むか、休むか、ちょっと怖い、手相ないよね。ちょっとお休みしましょう、休もう。油汗が、よし行くか、今だ。非常にやばいですね。あー、ダメだ、なんか台と波長が合わねえ。どうしよう、絶対絶命だよ、本当に。どうしよう、嫌だ、スルーだけは嫌だ、とスルーは絶対嫌だよ。あ、光点、光点、あ、赤い、エフェクト赤い。はい、どうぞ。ありがとうございます。残りに。ジャバケン、ジャバケン、ありがとうございます。これはうまい、やった間に合った。おトイレ我慢して打った甲斐があった。今も我慢してます。はい、もういいよ、続けばいい。 BGM はライガーになりましたね。前回ペカルーのモーちゃんの場合行ったんですけど、モーちゃんとすごいガロの話をさせていただいて、でカラオケもできるので、ガロの歌を歌いましょうって
歌ってもらったり一緒に歌ったりしたんですけど、ももちゃんめちゃくちゃ歌うまいです。で私すごい風旅立ちの歌が好きなんですけど、それをももちゃんと一緒に歌えて私は感無量でございました。行くぜ。さっきねギリギリだったからちょっと早めに当たってもダメです。はい、いやさっきの豪邸めちゃくちゃいい馬だったな。おーっと、はい、残り51、緑ですけど、だけどまだっけど行けるんですよ。ありがとうございます。あのリーチが何リーチかは分かりません。分かる人コメントに書いてください。はい、わがなわがろになりました。ヒカルド・クルーズって誰やねんって感じなんですよね。誰なんだろう。さあまだまだ3万5000円だから、あ、やっぱ万発欲しいんですよね。10日じゃないし、まだまだ行きましょう。やっぱね ST 入れたらね1回は即当たりゾーンで当てたいのよ。気持ちよくなりたいのよ。ダメか、またダメだった。あ、入賞時ライガーボイスで青保留です。さっき呼んでる。実戦上外してないけどな。残り42、ライガーボイスもう当たると信じて丸って書いとく。30からのもう一丁で50、40か、もう一丁40か。いや、ライガーボイスはいけるだろう。なんでだよ、嘘。復活は嘘。なやばいやばい、外した。ライガーボイス外すんか。まあ外れたってコメントをいただいてたんですけどね。なんだよライガー、嘘つきじゃねえかよ。信じてたのに。ちょっとイケメンだからって。あら、ボタンプルプルしとるぞ。これは、あ、この緑保留ですね。え、違うの、ここ。保留連するかも、もしかしたら。緑保留の前にボタプル。あ、あ、中古劇か。ちょっと一瞬劣化激流に見える。劣化激流はそうか、ぶわーって後ろ燃えてるもんね。はい、中ホラーに中攻撃いけるっしょ。ダメなんかい。でも大丈夫、次緑保留あるんで。緑保留は転廃はねするはずなんで。あ、そうがそうが、もうお前の息子信じらんねえから、そうが信じるわ。はい、劣化激流かませ。あ、中攻撃、はい、劣化演奏でした。ちょっとこれ外したら休憩しよう。カビラジージェイさん、ちょっと、うわー、あ、まずい、うわー、やば、うわー、ちょっと待ってよ、嘘でしょ。これは打ち続けるべきなのか休ませるべきなのか。いやでも演出起こるのはいいことだ。うち打とう、休ませない、頼むよ。あんな連チャンで外すなよ。頑張れ5点。まだ間に合う、まだ間に合う、間に合わなかった。いや、ガロパッド鳴らしましょう。鳴らせよ、鳴らせよ。こんな平変ボンボンじゃ終われません。さあ見ててください、鳴らすから、バロプロだから私。よっしゃい。うん、あー、いやー失敗したな。はい、ただいまの出玉が5608玉ですね。はい、というわけで、続行です。頑張ります。これね、指令書、指令書です。番犬書から来る指令書。魔界のカフェっていうのが月光の旅人公開時にやってたらしくて、私その頃埼玉の僻地に住んでたのでそんなとこに行けずに
いたんですけど、行ったところ、あの視聴者様が来てくださいました。ありがとうございます。いつもまたガロコレクションが増えました。ございます。まだ当たりじゃないけど292ゲームしちゃいましたが、ロホリュー、あーマジで。え、今日、まあ、あの来てくれた視聴者さんとも話してたんですけど、ガロホリューの出現率ね、上がってるよねってその視聴者さんも感じてたみたいで、はい、1日打ってりゃ大体1回は見れるだろうみたいなね。というわけで、まあ、その代わり出現率上がってる分ね、結構ハズレも目撃してるんで、まあ、最後までちょっと気は抜けません。ギジさん魔獣、あーライガーか、大丈夫かな。で持ち玉残り2019発までちょっと減っちゃったので、やっぱここで一発3000ボちゃんと取って連チャンさせて勝って帰るんやわしゃー。おらー、なのでここは絶対間違えちゃいけないですよ。ライガさん、ポンは許されません。 OK、 いけ、ミラージュは緑、ピーフォグとか来たりしないね。はい、まあ、このマシーンは広角重心いって、あ、レギュレースか、大丈夫かな、ちょっと怖いですけど。おお、怖え、大丈夫かこれ。広角重心、あ、そう、あの今日一発告知ボタンやるって言ってたのに全然やってないわ。ちなみに今押してなんなかったらよかった。当たりは当たりよね。よし、まあこれいいよね。あ、いいね、ガロホに入るね、オーリンガロね。さあ3000取りましょう。ごめん、裏ボタンめっちゃ忘れてた、やるの。まあ、今日フリーズ一択でいい。やっぱフリーズ気持ちいいんだよな。お願いします。本日ね3回目の当たり、いつでもいいよ、早めでいいよ、早めで。まだ、おーおー、このパティンあるんだ、素晴らしい。どやー、わしがガロの申し子じゃー。嘘です、すいません、ガロがただ好きな人です。引きが弱い人です。やったー、あれじゃない、やっぱモーちゃんに会ったからモーちゃんパワーいただいたかもしれない。あの方はガロが好きで、なおかつ引きもどえらい強いですからね。私はガロ好きだけど、木めちゃくちゃやっぱ弱いから、とりあえず1万発目指したいと思います。さあサクサクもう行っちゃいます。まあいいね、ハマってるね、たっぷりね、47分の1ハマって、47分の1を400ぐらいはめといて、次からもボケボケに当たるっていうね作戦でいきましょう。おお、怖えな。これね、もしね初回引いてたのが2ラウンドだったらもうスルーしてたってことだもんね。怖い怖い。いやーでも信じて打ってよかったよ。また絶対飲まれてさ、なんでやめなかったんだよってコメントに書かれるのがちょっと頭に浮かんでたんでね、心配だったんですよ。しかしね、当たんないね。お、今すごいよ、150ハマっとるよ。47分の1 150ハメとる、すごい、すげえな、引き弱いな私、続かねえわけだわ。歌丸々聞いてるけど大丈夫かな。あ、当たった、
何ゲームだ197まあまあハマったわ、すごいすごい。なんかサラリーマン金太郎でも私すごいはめてたんですよね、あの3000の間、あれ8分の1とかなのにすげえはめてたよ。早いなあんなにはまったんだから次は早く当たっていいぞ。やっぱ確率ってよくわかんないよね、ほんとね。休むべきか、これが好かったら休むか。休みましょう。すごく怖い、すごく危ない気がするぞ。デモ出しよう。あーもう6時か。ここがね、ここが今日一の正念場ですよ。ここで続くか続かないかでもう全然変わってくる。デモムービー流しましょうか。いいね、列車で旅に出たいね。列車で温泉とか行きたいね。金沢の温泉行きたいね。越後湯沢とか行きたいね。雪見酒とかしたいね。よし、じゃあ今ガローだから行こう。はい、今だまん。嫌だ嫌だ。あ、間に合う間に合う。交点エフェクトは白。交点いったー、よし今日お上手。あーよかった、休ませて。ゴーテンベリーベリーいいよな。嬉しいよ。もうやっぱな、ね、ST の何がいいっていう、なんかこういうこのギリギリで当たった時のね、自分でやったりました感がね、すっごい楽しい。大好き。やっぱ ST ガロやな、大好きやな。まあ、今までの、ね、ST ガロってやっぱ分母がでかかったんで、99分の1とか分母100超えとかだったんでね、なかなかやっぱこういう奇跡で でもね、ラスト1回転で当たったりとかあったんで、まあね、なおさら分母が軽くなった今のね、新ガロ2ならなおさらこういう展開よく起こるんで楽しいですわ、やっぱり。はいはい、まだ全然足りないっす。行きましょう、シコシコ。持ち玉シコシコ。当たってほしいな、今日1回も逆転してない。なんか今日ギリギリなんだよね、この場合ね。あんま早めに当たってくんないのよ。ライガーの悪口ばっかり言ってるからね、ライガーにちょっと嫌われがちよね。ライガー働かねえんだもんだって。 ST500 回転ぐらいやりたい。よしよしよし、おお、フィールだフィールだ、間に合うか。ごめんね。あー VVVV、 はいはい V、 はいはい、いけよ、おし。ありがとうございます。さあ、はい、いただきます。いただきます。これでやっと7500ぐらい。はい、続くの大事。さっきね、さっき4連で終わっちゃったので、ここは超えていきたいところですね。駆け抜けんなよ、次は私自分に聞かせる。ガロカラオケオフ会とかやりたいわ。ガロ好きとみんなでガロを熱唱したい。全然ダメだな。早いな。煽ってる煽ってる、出てこいや。3回煽ってね、出てこないとね、結構イラつく。おし、緑、しかもフラッシュ来てる。いいね、赤がいい。白か、残り18。俺は守り、お願いしますよ、ライガさん。モノファルツ、あー弱攻撃だ、講師です。いや、いけるっしょ、いけるんですよ。
今回はねあんまり関係ない。行くときゃ行くで行け。あー、うそー、うそー、ちょっとあー、あ、またライガーの入賞でセリフ来ました。信じるよ。あ、しかもエンブレム回ってる。リールは青だけど、まあ、刺さるは刺さるよね。間に合うかな。残り6。ライガー頼む。なんだよライガー、マジで。はぁ、お前お前の入賞時セリフ何パーセントだよ。外すなよ。ここでエンブレムまで回って、いや、まだガロパトがある。ガロパトがあるじゃないか。ガロパト鳴らすときやろ、そろそろ。うわー、もうお願い、お願い。この ST を伸ばせばすべてまくれる。現在の総投資額は35,000円。現在の持ち玉はおよそ7,000発。ここまで3連勝。負けたくない。今、万感の思いを込めて。あー、まくりきれなかった。お疲れ様でした。稼働はです、雨が降ってきたので手短に寄らせたいと思います。はい、投資の方が35,000円して、最終的な出玉の方が5,436玉で、回収が19,000円というわけで、収支はマイナス16,000円でした。はい、せっかく連勝してたのに連勝ストップとなってしまいました。まあ、はい、というわけで本日で、シンガル2の成績がマイナス162,000円、総当たりが29回で、そのうち ST が12回、単発17回、 ST 突入率は 41% までアップしました。というわけでね、本日も、更新神田さんにて朝から並んでいただいたり、お声かけいただいたり、差し入れいただいたり、本当にありがとうございました。皆様の応援のおかげで頑張れてます。本当に嬉しいです。11月26日土曜日は抽選より16時まで、埼玉県川越市古仙場国道16号沿い、ケーズ電機の近くのお店へ遊びに行きます。2回目です、お邪魔するの。はい、前回ねとてもいい結果を残せたので、次も爆勝ちしたいと思いますので、お近くの方はぜひ遊びに来てくれた方にはね、オリジナルステッカーお配りしてます。そして遊戯してくれた方には幸をオリジナルブロマイドをプレゼントいたしますので、ぜひとも遊びに来てください。よろしくね。今日の動画を見て少しでも幸を頑張ってたなと思われた方は、いいね、そしてコメントにて励ましていただけると嬉しいです。チャンネル登録まだの方は是が非でもよろしくお願いします。それでは本日も最後まで見ていただきありがとうございました。来週こそ大勝ちしたいと思いますので、よろしくお願いします。また見てね。バイバイ。